こんにちは、ここは北陸線金沢です。今日は石川県のお住まいののんびり屋さんにですね、ご案内をいただきました。令和のね、一瞬見届けた人ですけど、あれ以来ですね、はい、あ、違う、あれ以来じゃないわ、あれ以来先週黒いストレーをお話ししましたね。そうですね、お互い旅行が好きなのでいろんなことがあるんですが、北陸の名所にいろいろ連れて行っていただけることになって、ありがとうございます。今日は金沢カレーをね、食べに行くことになってるんですけど、ここからちょっと西の方に行った真っ当ですね、真っ当な、はい、まっとうにカレー屋さんがあるそうでして、相当黒いカレーでいいというので、はい、ちょっと食べに行こうと思います。よろしくお願いします。金沢駅の駐車場はですね、20分まで送迎のお客さんに対して無料サービスということになってるんですけど、前黒い軽自動車乗られてたなと思ったら、ね、ピカピカのこう新車をお求めになさい、おめでとうございます。いつですかこれ。4月に、あ、すごい、あ、じゃあこの間僕と会った後に買ったんですね。あ、そうですか、いや嬉しいです、はい、ありがとうございます。のんびり屋さんは本当にね、金沢北陸のことはお詳しいんですが、この金沢駅の下に、まずカレーといえばね、ゴーゴーカレー、キャベツが添えられてまたカツカレーになった、それは、まあ、結構ね、有名なわけですけれど、ゴーゴーカレーのお店があって、私もこの間旬ダイアリーさんにご馳走していただきました。そこのちょっとここから先行ったところに、ゴーゴーカレーの本店があるそうでして、ゴーゴーカレーはね、これ今全部これ今教わったことなんですけど、もともと金沢発祥の金沢風カレーを出すお店ではあるけれど、最初にできた1号店は東京らしいんですね。で、まあ、ともかく今この金沢でルーを作っている、それでここで作ったルーを全国に送っているんだそうで、まあ、それもまたね面白いですけど、なるほどという感じですが、まあ、今回はそういうチェーンではなくて、結構有名なんですかそれは、そのこれから行くところは有名なところで、金沢カレーでは結構、はい、昔の、はい、その金沢ラカレーのその発祥の、はいはい、ホテルの、はい、その働いとった人が、あ、作った。なるほど、じゃあ元祖金沢カレーをこれから食べに行くってわけですね。そうですね、もうほとんど元祖っていうか。あ、なるほど、ありがとうございます。まあ、一応簡単な位置関係をと思うんですけどね、金沢駅から北陸線で、3つぐらい行った先にある松東駅、そこから近いかというとそうでもなく、まあ、1キロ2キロぐらいは歩くそうです。だからまあ車で行くのがいいのかな、国道9号線の沿線だということです。すみません、9号線だと思ったんですが、ここの国道は8号線でした。ありがとうございます。これですね、洋食って書いてありますけど、このキッチンゆきさんが金沢カレー発祥のその味を受け継ぐカレー屋さん、洋食屋さんだそうです。なかなかいいレストランみたいですね。ここから一回ぐるっと回っていただきます。すいません、運転ありがとうございます。とんかつカレー、あ、なるほど、ゴーゴーカレーみたいだって言ったらあれなんですね。でもこういう良さげな雰囲気のレストランでカレーが売りなのって多分珍しいですよね。ちょっと撮影していいか聞いてみて、この動画が投稿されていたら許可が下りたということです。こんな風にメニューにも説明があります。金沢で昭和41年から続く伝統の味レストランニュー金沢などのチーフコックたちから生まれた金沢カレーは、元祖的存在の一人であるこのお店の創業者の方が味を守った、そう書いてあります。でね、私も、まあ、食べたことは今までね、ゴーゴーカレーですけれども、まあ、食べたことあるんですが、金沢カレーの特徴というのは色がまずこのように黒いと言いますか、まあ実際には茶色かなって感じしますけれどね、大変に濃いことだからめちゃくちゃ辛そうに見えます。で、私辛いカレーとか食べられないんですけれど、金沢カレーは美味しく食べられます。いわゆる金沢カレーの中でも特に濃厚な味わいが特徴な金沢ブラックカレー、色もほとんど黒に近いことからブラックカレーと名付いています。で、香辛料が効いた辛みの強いカレーではなく、濃厚だけど優しい味がやみつきって書いてあるんですよ。これね、これはねその通りなんですよ。で、私も辛いのは苦手な私でも美味しく、まあ、ちょっとやっぱ辛く感じますけれど美味しくいただいております。ちょっとめくってみますからね、まあ、このとんかつカレー、ここもキャベツがやっぱこう添えられてるね、こういうやつなわけですけれど、これで45年間の一番人気メニューって書いてありますよね。辛くはないが深い味わいが楽しめ、揚げたてのとんかつとの相性がやみつきになります。これは、ね、本当にその通り、他にも様々ありますが、まあ多分ナンバーワンのこれを食べておけば間違いないんじゃないかな。他にこれ注文してないんですが、これ初めて見ましたけどね、雪風ハントンベーキライス、金沢名物のハントンライスとベーキライスが合体しましたとありますが、なんかこのオムライスみたいなやつ、これがねハントンライスという金沢の名物なんだそうです。まあ他もそうですよね、この上に大きな卵が乗っているのが特徴。すいません、これ取っていただいてありがとうございます。これがそのスタンダードの姿のようですが、まあ見た感じチキンライス、ケチャップライスの上にこう卵を乗せる、まあオムライスみたいな感じですよね。
持ってきていただきました。これが金沢カレー、すごい黒いですよね。味がもう濃すぎてご飯が足りないのではないかという気がするんですが、別に味がめちゃくちゃ濃いとかそういうわけではないんですよね。これがね、とんかつと本当によく合いますよ。今のんびり屋さんに教えていただいたんですけど、こういう変わったスプーンで、ご飯をこのようにすくうこともできるし、ちょっとど真ん中から食べちゃいましたけどね、とんかつを刺すこともできるし、かき氷のなんかあれみたいな感じですよね。いや、サクサクだ。いただきます。いや、あのですね、今食べてるんですけど、まあ見りゃわかるか、ゴーゴーカレーに見た目はまあちょっと似てるから雰囲気は似てるんですけどね、でも全然味は違いますわ。かなり上品な感じがしますね。なんかそれこそどっちかって言ったらゴーゴーカレーよりアッパホテルの社長のカレーに味が似てるんですけど、あれもほら金沢のね影響が多少はあるだろうから、でもあれよりもかなり数段上品ですね。で、本当に辛くないけどスパイスは効いてて、今までに食べたことないカレーです。これも美味しそうなんですけど、単純に こっち側がね美味しいんでね、これだけでずっと今食べちゃってますけどね。こっちも美味しいのは間違いないんでしょうけど、パリパリと上がっていて美味しいのは言うまでもありません、ね、味覚のリセットに多分これを使えばいいんですよね。リセットっていうかちょっとこう刺激が加わってきたなと思ったら、金沢の人はもうみんな知ってるんですかこの店。そういうわけでもない。いや、結構知ってるし、やっぱり有名なんですね。結構美味しいね。本当美味しいですね。本当美味しくてね、わざわざこのために金沢来る価値があるよって、これぞまさに地方の本当名物なんだなって感じがします。地方の名物ってなんだかんだどこでも食べられるみたいなものが多いんですけど、これは金沢じゃないと食べられませんからね。今ちょっとお話を伺ったんですけどこれからキッチンユキに行くっていう話をね、のんびり屋さんがされたそうなんですけど、知り合いの方ですか？あ、そうそうなんかね、羨ましい、いいなっていう風に言われたらしいです。いや、そんな羨むべきところに連れてきていただいて本当に嬉しく思います。こういう地域の名物っていうのは元祖のものを食べに来るのが一番いいのではないかと私は思っています。まあ、それなんでかって、例えば札幌だったらば札幌は味噌ラーメンが有名ですが、別に札幌は味噌の産地ではありません。まあ、名古屋だったらね、赤味噌があの辺中部地方一帯で有名人気な名物ですんで、まあそれどこでも味噌は名物だなってのわかるんですけど、味噌ラーメンとかそれからこの金沢カレーとか別に金沢の特産品を使っているというわけではありません。でもそれが地域の名物になっているっていうのは、つまりその地域で最初にすごく美味しいものを生み出した会社があって、でそれがあまりにも美味しすぎるから周りの近くの地域の店もそれに対抗して真似をして、その結果それが地域に広まったのかなと私は考えてるんですけど、まあそれが全国にねいっぱいそういうものはあるわけですが、まあならば逆にそれを一番最初に生み出した店がこう他のね追従を一応許している状態ではあるけれども、しかしやっぱり一番最初に生み出したその店の考えみたいなのをこう知りながら味わうっていうの、これはね何よりもこういい旅のやり方の一つだと思いますよ。で全部いただきました。ちょっと塩分はなるべく控えるようにしますので、福神漬けだけは残させていただきましたが、私実はね今日、多分ここまでの工程を見ていただいている方は分かると思うんですけど、昼の2時過ぎに幕の内弁当を食べて、4時過ぎにまた、何食べたか牛肉弁当を食べて、そして今度はカレーですけどね、これ美味しかったんで大盛りにすればよかったなと今考えると思います。大盛りってのもあるんですよね。一応お伝えしておきますと、ごめんなさい、私はちょっとさっき話したことね少し不正確だったかもしれない。キッチンユキこそが元祖というわけではなく、ニュー金沢の、シェフさんコックさんたちがですね、その後で、あちこちに分かれていって、そしてあちこちで、その味が再現されていったそうです。だから、割と同時多発的にこの金沢カレーがそれぞれの方法によって広まっていったっていうことなのかもしれませんね。でもこの解説を見てしまうとね、石川県のみならずって書いてありますけど、2014年の兵庫県の県議会議員が我が県のみならずって言ってたのちょっと思い出しちゃうんですけど、皆さんは連想しませんか？金沢の人気の、地元で人気のレストラン、そして
美味しい金沢カレーの発祥の、まあ、その時の割と古典的な味を楽しむことができるレストランユキ白山市真っ当の、駅から、まあ、ちょっと駅からだとあれですけど国道9号線沿いにありますので、おいでになってみるといいと思います。ここに来るために北陸旅行をする価値はあると思いました。これはひいき目に行ってるんでなんか本当に美味しかったです。で美味しくいただきました。これ最後に食品サンプルです。とんかつカレーライス830円、半トンベーキライス、半トンライスね、これね、これも金沢名物です。これもまあ同じくらいの値段、他にもクラシックな感じ、しかしちょっとラインナップは独特な気がしますね。こういうものがあってカレーうどんってのもあるけどちょっと気になるな。カレーうどんはもしかしたら金沢カレーのうどんですよね。それそうですよね、金沢カレーというかブラックカレーなんじゃないかなと思いますけど、金沢感あふれるレストランでした。おしゃれなレストラン、私たちはさっきあそこにいていただいてましたけど、こっちにも客席があって結構人数もいっぱいいたからそんなに、混んでもあれですね、めちゃくちゃ待たせれるってことあんまなさそうですね。結構広いんで、うん、じゃあこんな感じです。じゃあまた送っていただきます、ありがとうございます。今ハンドルを握っていただいているのんびり屋さんに教わったんですが、これね全国的にも珍しいマクドナルド、わかります、こう道のど真ん中にマクドナルド系がポツンとあるって言うんですよ。なるほど、確かに、なんだこれ入り口って書いてあってね、へー、思ったよりこれ面白いマクドナルドですね。そうなんですね、へー、本当に道と道の間にありますね。こんな風にこうガードレールで囲っ、ガードレールってのか分かんないけどこの柵で囲って道のど真ん中にマクドナルドがあるって初めて。上に道を通すつもりの、はい、うん、空き地で作っ、その間、今ちょっとお金なくて、はい、その予算が足りなくて、今作ってはないんですけど、はいはい、その間は、はい、空き地でもったいないんで、はいはい、なるほど、しているっていう形になって、はい、じゃあもうあれはその道を作るときには壊す前提なんだけど、はい、とりあえずやって、あ、そういう意味なんですね。あ、なるほど、さっきね一回教わったんですけどあんまりうまく理解しないから、そういうことなんだ、へえ、いやこれは本当に珍しいものですね。でまだ一応ただここの真ん中のこの部分に店を作る計画は、目処は、あ、店じゃない、道を作る目処は立ってないんですね。まだそうですね、この道自体先のところをまだ作っとる段階なんで、ああ、じゃあまずこの今僕らが走ってる道が完成してから真ん中に移るわけですね。移ると思うんですけど、でもその計画は全く未定だと、うん、予算が足りないってことらしいんで。なるほどいや私車運転しないから分かんないんですけど、でもねのんびり屋さんにはなるほどと思ったんですが、道のど真ん中にああいう風に店があると上り線からも下り線からも両方入ることができる、そうすると両方のお客さんを獲得できるってわけですよね、まあ、歩行者だったらねただ横断歩道で反対渡ればいいんですけど、車の場合 U ターン、まあ、結構面倒くさいことが必要ですから、まあ、そうするとね片側のお客さんしか拾えないってことになるんですけど、あそこはそうじゃないっていうんでお客さんの獲得が割と有利なようです。いろいろと脱足をつけさせてもらってますけど、これ金沢港の景色だそうです。豪華クルーズ客船なんかも来るんだそうでね、遥か彼方に金沢市街の様子も見えています。こっから多分歩いたら1時間とかじゃそんぐらいかかりますよね、金沢駅まで歩いたら1時間以上かかると思う。ですよね、そんぐらいですよね、というような位置ですが、明日は能登、半島の観光をすることになっておりまして、今日はそっち方面に便利のいい宿を取ってありますから本日はそこまで、そこで泊まって能登、の、まあ、海の景色であったり、それから1泊11万円もするというですね、豪華な宿を割り勘で泊まることになっているわけですけれど、そこなども、楽しみにしております。多分そろそろこの動画は終わるはずです。ちょっとごめん、11万か分かんないですけど、まあ、それは明日話しますけどね、1人とりあえず5万5000円のは間違いありません。明日の、道のりの、まあ、関係で宇野ケーキ、七尾線宇野ケーキ近くのこの名古屋亭さんに本日は宿泊します。じゃあこんなところ、明日お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。